はい、どうも皆さんこんにちは、投資パパです。今日もですね、資金50万円を素人トレーダー投資パパはね、どこまで増やせるのかっていうね、チャンネル動画撮っていきます。そしてね、現在、保有スイングトレードとして保有3銘柄、新興電工6967、住友鉱山5713、そして童話、ちょっと番号今ちょっとわかんないんですけど、童話持っているので、それの行方はってことでね、お送りしていきます。そしたらね、早速、見ていきましょう。はい、とりあえずですね、とりあえずはまず全体的にどうだったかって、今日のね相場どうだったかっていうと、まあ、日経平均見てみますと、まあ下げですよね。まあ陰線になってます。昨日の、買い値より高くよりついて、やっぱり売られて、まあ 5MA でまあ売られて、まあ陰線で下げて終わっているような感じですね。ただ昨日のその、終わり値よりは高いので、まあプラスっていうことにはなってますね。プラス100円とかにはなってるけど、内情を見たら売られてるよっていうね、寄りついたけど売られてるよって感じなのかなっていうことですね。でとりあえず今日の保有銘柄どうだったかと言いますと、まずですね、まあ、結果から、お送りすると、とりあえず、保有銘柄、ですね、新興電工と住友鉱山と童話持ってたんですけど、まず、朝から、軒並み、下がってですね、めっちゃ含み損になりましたね。もうね、3万6000円ぐらいの含み損になったのかな。でもううわーと思ったけど、逆行してるよーと思ったんだけど、やっぱりね、その自分の、トレードを信じるしかないっていうかね、信じるべきだと思ってね、多分ね、少し前だと完全にこれで、損切りってね、トシパパ意外と損切りは早い方なので、損切りって言ってね、切ってたと思うんですけど、とりあえずね、それで結構ね、失敗してきたのもあったんですよね。っていうのは、損切りね、早いのは、多分すごくいいことで、リスク回避にはすごくいいことだと思うんだけど、ね、ある程度のリスクを取って利益を狙いに行くっていうね、ことに関しては、やっぱり自分の立てたシナリオが崩れるまで、やっぱりなんていうかな、座して待つじゃないけど、そのね、やっぱり待つっていうことも覚えないと、多分利益を上げるっていうのは結構難しいと今の投資パパは思ったんですよね。まあ数少ないその何回かの経験から、素人なりにそういうふうに思ってるんですよ。だからまあ、なんとかね、そのね、もう話したい気持ちね、こう、含み損をね、耐えてる時のね、こう、精神状態ってね、やっぱやったことある人しかわかんないですよね。なんとも言えない苦しさ。まあ、わかってたよって感じなんだけど、ね、わかってたよと思っても、わかって、対応にできねえよみたいなね、感じなんですけど、結局それを耐えてるとうまいこと、今日は、とりあえず今日のところは下がってくれて、とりあえず住友鉱山も高く寄りついて 5MA にぶち当たってね、いやこれもそうなんですよ、とりあえず 5MA を終わり値で抜いたりするまではとりあえず想定してるから、 5MA タッチぐらいはね、だから、待とうと思って待って、なんとかこう下がってくれて、とりあえず良かったんですよ。でこれが今ですね、住友鉱山でプラス7000円ぐらいになってるんですよね。でプラ7000円でとりあえず終わって、これも保有してます。今も売らなかったんですよ。明日どうなるかね、
どうなるかなんですけどね。これ持ち越しってね、持ち越しリスクっていうのかね、うまくいけば儲かるけど、持ち越したらどうなるか全然わかんないんですよね。窓埋めするとかしないとかね、なんだそれってね。窓埋めってなんだそれって。窓埋めするんだろうと思ってね、窓埋め方向に貼ってるとね、窓埋めしねえだろうみたいなね、時もあるしね、そんなのわかんねえよってね、っていう感じなんですよ。で、とりあえず、まあ、保有の住友鉱山はなんとか7000円プラス。だから、昨日が含み損1万なんぼだったのかな。なので、まあ、逆転してプラスに転じてる。ね、まあ、だから今日の時点では、含み損益、評価価格っていうんですか、ベースですけど、なんとか思惑通り、シナリオ通り、とりあえず今日は引けたかな。で、次に、新興電工。これもね、うまいこといきまして、新興電工こそですね、これですね、とりあえず、今ですね、24,000円のプラスになってるんですよ。で、この新興電工ももうめっちゃ朝下げまして、ね、朝すごい下げたっていうのは、売りポジションで持ってるので、結局価格的には上げたってことですよね。上げまして、めっちゃ上からスタートしたんですよ。で、もうシナリオ崩れっていうかね、5MA の上にもう完全に寄り付いちゃって、あーと思ったんですけど、まあまあね、うまく、ね、下がってくれて、終わり値ベースで、完全に大陰線っていうんですか？で、終わってくれたので、なんとかプラスで終わってます。ね。で、これをですね、とりあえず、したときに、童話も持ってたんですよ。ね。童話も持ってたんですけど、童話ね。どうやって出すかな？注文中でもないし、あ、童話、これだ。ね。童話も持ってたんですけど、童話はね、ちょっとね、まあ、終わり値的に、昨日と変わらない、昨日の終わり値と同じぐらいに終わったんですけど、結局、場中ね、結構上げたんですよね。上げて、上ひげ引いて、陰線で、こう、終わったみたいな感じになってるんで、場中ね、チラチラ見てるときね、結構精神的きつかったんですよ。で、結構きつかったので、で、結局シナリオを立ててみれば、まあ、ね、場中だから終わりね、どう終わるか分かんないじゃないですか。だから、結局 5MA にもう上で飛び出ちゃってるし、これちょっと 5MA 頭出しで終わるんじゃないの？もちろん売りで持ってるので、上がったらダメなわけじゃないですか。だから、と思って、これ一旦損切りしました。ね。で、これマイナス1万7000円ぐらいで損切りになってます。童話ね。で、なので、結局、もしね、これね、こういう風になってまた下がってきてもね、思惑通り下がってきても、とりあえずそしたら損切り今回するっていうのはもったいないってことになるんですけど、なるんですけども、実際、ここ見てもらえばわかるんですけど、とりあえずこれ直近の安値、直近の安値がもうすぐそばにあるんですよね。だからここレジスタンスに、この水平線レジスタンスになってるんじゃないかなっていうね。ということはここで反発っていうか、まあね、揉み合いなのか何なのかわかんないけど、まあここに下げる。だからまあ、結局今切っといて、ここを割ってきたらまた売り直せばいいし、一回切りましたね。明日どうなるかわかんないしね。とりあえず、童話とりあえず切ったんですよ。で、その童話切った資金で、さっきの新興電工、これね、思惑通り行ってるので、とりあえず思惑通り行ってない銘柄の童話を切って、思惑通り行ってる、この新興電工を、1時ぐらいの時に売りましたんですよね。で、なので今これ200株保有になってるんですよ。で、それが今うまいこと進んでくれて、含み益になってるっていう感じです。なので、とりあえず、投資パパの、3銘柄のスイングが今、童話を除いた2銘柄になりましたけど、一応、預かり資産ベースで、とりあえず損切りした童話の分ですね。17,742円ね。これっけ。
ね、この分が今とりあえず計上マイナス、ね、しっかり確定ベースで、マイナス出ましたので、預かり金が50万円を割って48万2973円になっちゃいました、ね、ただただ今日の終わり値、ね、うまくいってくれれば、評価益が3万1210円あるので、評価のね、幻、まあね、こう含み益は幻だってね、いうね、格言が、巷ではありますからね。うん、それを考えればあれですけど、考えちゃいけないんだけど、とりあえずは含み益あるんで、まあまあ、まあ悪くないトレードできたんじゃないかな。要は、うん、簡単にね、こう損切りもしないで思惑になるまで待って、その結果うまくいい方向に転んでくれて益になってるって、でちょっとリスク取りすぎな部分はドアは切って、早めにちょっと手締まって監視の方に回して、まあね、その資金を使って思惑にいってる方に突っ込む、うん、いいトレードできたと思うんだけどなーっていう感じですよね。うん、まあね、とりあえずね、なんだってね、やっぱりね、含み、ね、スマートフォンのその証券のね、アプリが、含み益になってる時は、すごいね、気持ち楽ですよね、皆さんね。でも、含み損になってる時の、しかも、含み損がどれだけ膨らむかわからない、みたいなね、感じの時のね、なんていうかね、切なさ、ね。何回もトイレ行きますよね。もうトイレ行ってね、もうね。でね、でもね、やっぱりね、そのね、ちょっとね、こう、しばらくその株式投資というか、その個別株をこう眺めてみて、その投資パパを持ってるっていうか、ことがあってですね。うん、要は、こんなね、その、自分が、例えば含み損抱えて、なんかすごいこうやきもきしてる気持ちなんていうのは、その一切その相場にはね、関係ないというか、その勝手に動いてるんですよね。勝手に全然関係ないんですよ。神に祈ろうが何をしようが関係ないんですよね。だからすごいこう非情だなと思うんだけども、そこにこそ勝利の道があるんじゃないかなって思うんですよね。要はね、願いを通じたり何か力をね、こう加えれるんであったら、多分投資パパみたいなクソは多分そんな力与えられないし全然無理なんだけども、その力を一切関係なく動いてる波で、その自分が売り買いするタイミングと方向だけが自分がこう判断できる、なんていうの、決めることができることで、ちょっとね、こう何言ってるか自分でも分かんないですけど、うん、そのね、タイミングと方向だけは自分で決めれるけど、あとは一切自分の意思が関与されないというか、全然関係なく動いてるっていうことに、こう難しさはあるけど、勝機の道もそこにあるんじゃないかなって、勝手になんかこう勝手に考え、素人だからだと思うんですけど、もう勝手に考えてるんですよ。ね、だから勝手にそのね、あれをね、うん、ランダムだからこそ勝機があるというかね、うん、方向性と結局ね、そのタイミングと方向だけ合ってればいいわけですからね、それが分かれば苦労しねえよって話なんですけど、まあまあそんな感じなんですよ。だからとりあえず、うん、それをね、その波にどううまく乗るかなんですけどね。うん。ということで、今日のトレードはこんな感じでした。ね、とりあえず3銘柄保有が2銘柄になってます。で、その2銘柄で損失が出てる、1銘柄、切ってしまったので、とりあえず利益があるものを2銘柄だけ残して、とりあえずこんな状況。ただね、今日の持ち越しが京都出るか、吉と出るか。それはわかりません。ただね、この新興電工の大陰線ですか、このチャートからするに長めの陰線、これで明日どうなるのかですね。こっから買いに転じて少し上がるのか、ギャップアップするのか、ギャップダウンするのかね。もちろん売りで持ってるんで、このままね、
普通通り行って下がってくれるんじゃないかと思うんですけど、このこればっかりは分かんないですからね。陰線の後の陽線ありますからね。うん、まあドキドキしながらスマホでも眺めてみることにしますよってことでね、今日はちょっとお仕事早く戻ってこれて、ちょっと早めにこう収録できたので、今日の振り返りってことで記録しておきます。それではまたよろしくお願いします。失礼します。また。